者の女性は現在警察病院に運ばれ集中治療を受けている最中です。幸い怪我は浅く命に別状はありませんが、発見当時衣服は全く身につけておらず身元は不明です。意識の回復を待って捜査を開始しようと思います。全裸の女性か。またマスコミの喜びそうな事件だ。おいマイケル、お前が担当だ。本部長、私が女性には弱いって知ってておっしゃってるんですよね。だからお前が担当だ。凶悪犯とばかり付き合ってないで少しは女性の扱いも覚えろ。わかりました。じゃあ捜査に出かけてきます。被害者の怪我の具合と発見者や目撃者の証言を調べて報告しろ。刑事は明日で考えることだ。被害者の怪我の具合と発見現場から20メートル離れた地点に車のタイヤの跡がありました。日本製のタイヤですね。2年前に定年退職しまして、今は家内と2人暮らしですよ。健康管理の意味もあって毎朝あの辺を散歩しています。この人ですよ。もうびっくりしました。血だらけだったんです。この人、犬がうるさく吠えるもんで袋の口を開けてみたんです。まさか生きてるとは思いませんでした。犬が、事件が起きてからはかなり時間が経っていたと思いますよ。犯人は見ていません。事件が起きてから
別にありません。ところで、あの女の人、元気になったんですか？さあ、わかりません。さあ、わかりませんね。看護師さんは楽しい人です。私は外科病棟勤務のジェーンと言います。へえ、あなたがマイケル警部ですか。噂は聞いています。凶悪犯は女性に弱いって。ジェーンです。ちゃんと覚えてくださいね。そんなこと私には分かりません。そんなことは私には詳しいことは分かりません。先生に聞いてください。私には詳しいことは分かりません。あなたが担当になったんですか？大丈夫ですか？今回の被害。この女性ですが、記憶を失っています。自分の名前、襲われた記憶。英語と広東語。それから日本語もわかるようです。ここの看護婦です。明るいので患者たちからは人気があります。まさか私を忘れたんじゃないでしょうね。ハワード・ウンですよ。さあ、わかりませんね。さあ、いえ、頭部を何か硬いもので殴られています。幸運なことに頭蓋骨には異常がありません。今は集中治療室にいますが、明日には一般病棟に移ることができそうです。時間をかければきっと良くなります。まあ、慌てないことですね。最近10年間無事故だって表彰されたばかりなんだ。え？事情聴取だって？なんだい？名前？ロビン・チューだよ。知らないよ、そんなこと。犯行を目撃したわけじゃないよ。客を乗せてあの辺を走ってたんだ。うん、夜中の12時頃。日本製の四駆が海岸に止まってたね。あんな時間に変だなと。え、人相？男が乗っていたと思うよ。いや、一人じゃない。あれ事件だったのかい？詳しく教えてくれよ。知らないよそんなこと。知らないよそんなこと。ずいぶんいい女じゃないか。俺なら殴ったりしないで仲良くするけどな。
被害者の怪我の具合と発見者や目撃者の証言を調べて報告しろ。刑事は足で考えるもんだぞ。車から発見現場まで何か重いものを引きずった跡があります。タイヤの跡の近くに被害者が履いていた麻袋です。穀物等の運搬に使うもので別に特徴はありません。被害者の頭には鈍器で殴られた跡があります。刀のようなものでしょう。ところで被害者の血液型は AB 型と分かりました。外傷の割には内部の損傷がなく、海に投げ込まれたにもかかわらず溺れなかったのが奇跡です。わかりませんね。先生はいい人です。ありそうな鍵ね。ドアの鍵のようですが、私には分かりません。知らないよそんなこと。大樹の実ですね。海南島でよく取れます。加工された跡があることから、多分装飾品の材料にするのでしょう。しかし、これが事件に関係あるんですか？一応発見者にも当たってみた方がいいかもしれませんね。お大樹の実ですね。わかりませんね。知らないよそんなこと。
思い出せません。ここに穴が開いてるからきっとネックレスか何かに使うんじゃないかしら。わかりませんね。さあ、わかりませんね。知らないよ、そんなこと。被害者の怪我の具合と発見者や目撃者の証言を調べて報告しろ。刑事は足で考えるもんだぞ。